マーティン・ランドーはアメリカ合衆国の俳優。大ヒットしたアクションテレビドラマシリーズスパイ大作戦のローラン・ハンド役で知られ、1994年にはエド・ウッドでアカデミー女演団優勝を受賞したニューヨークシブルックリン出身。彼の娘、ジュリエット・ランドーも女優として活動している。17歳からニューヨークデイリーニューズが見で漫画を描いていたが、 俳優を志し、アクターズスタジオで学ぶ。同じクラスには、スティーブ・マック・イーンがいたという。1957年に、ブロードウェイにデビュー。その後、アルフレッド・ヒッチコック監督の、北北西に進路を取れに28歳で出演。数年後、SF テレビドラマシリーズ、宇宙大作戦の、ミスター・スポック役の依頼が来るが断り、大ヒットした、アクションテレビドラマシリーズ、 スパイ大作戦にローラン・ハンド役で出演して人気を博す。その後、サンダーバードで知られるジェリー・アンダーソン製作によるイギリスの SF テレビドラマシリーズスペース1999では主人公のジョン・ドバート・コーニック指揮官役で主演を果たした。なお、スパイ大作戦では1966年から1969年まで スペース1999では1975年から1977年まで、おのおの彼の妻だったバーバラ・ベインと共演。それ以降は、テレビや BQSF 映画に多く出演。また演技のコーチとしても働き、教え子の中には、ジャック・ニコルソンやアンジェリカ・ヒューストンがいたという。1980年代になって、二度アカデミー。 助演団優勝にノミネートされ、1994年、往年のドラキュラ俳優、ベラルゴ氏を演じた、エドウッドで、ついに受賞した。2017年7月15日、入院先のロサンゼルス市内の病院にて合併症のために亡くなった。89歳ボーありがとうございます。